岩田博史は宮城県仙台市泉区出身のプロゴルファー。かつて日本アマチュアマッチプレー選手権の優勝者で、現シニアツアーの認定プロでもあるゴルフ練習場を経営する父親の影響を受け、14歳からゴルフを始める。同じ練習場に通っていた星野秀正の影響を受け、後に仙台育英学園高等学校と、 東北福祉大学に進学し卒業する。その後2004年からプロに転校する。東北福祉大学時代の同期には、宮里優作、2年先輩には、矢原秀と、3年先輩に、前述の星野秀正がいる。プロ11年目の2014年に、富士災系クラシックでプロ初優勝。11月に、 上海で開催された HSBC チャンピオンズでは3位体の大健闘を見せた。さらにダンロップフェニックスではプレーオフの末松サンエジュに敗れたが2位という成績を果たす。2014年最終の男子世界ランキングは松山秀樹、小田博明に次ぐ日本人3番手の67位。2015年7月、長島茂をインビテシャネル。 セガサミーカップゴルフトーナメントで最終日3位からの逆転優勝でツアー通算2勝目を飾った。世界ランク81位となり、小田博明を抜いて日本勢2番手に浮上。8月の全米プロゴルフ選手権では第2ラウンドで63を記録し、メジャー大会1ラウンド最小ストロークの大記録をマークした。9月には PGA ツアーの入れ替え戦である。 web.com ツアーファイナルズに参戦。初戦のホテルフィットネス選手権で4位体となる。第2戦は予選落ちだが、その後、ツアーカードの資格が与えられる25位以内をキープし、PGA ツアーの出場権を獲得した。2015-16シーズンの開幕戦である、フライズ .com オープンに強行出場し、同州開催の日本オープンにエントリーしていたため、主催する。 日本ゴルフ協会は16年と17年のジャガ、主催選手権競技の出場停止を命じた。PGA ツアーでは、成績が振るわず、フェデックスカップランク125位以内には、入れず、入れ替え戦に回った。参戦トータルで36位となり、シード権を逃した。岩田博が、歴史に名海外メジャー最小スコア対、63。 gdo,http:/news.golfdigest.co.jp:/news:/pga:/article:/58936/1/web.com. ザあ、選手権は、ハリケーンマは集接近のため中止。ありがとうございます。